K.ラジオ。夢は見るもんじゃなくそう叶えるもんでしょう。だから叶わない夢なら夢とは言わない、ね、それでも人が夢は夢だと言うならまずは俺らが先陣切って笑い飛ばしてやる飛ばしてやる。はい、ということで、始まりました。昨日4時間タゲトレやった北里麻也です。それで言うと俺もなんやけど、タギトレコーチやらしてもろて、時間を忘れてみんなやって、でも4時間みんなしっかりタギってました。オムライヤです。はい、お願いします。昨日ちょっと、はい、駆け抜けたね。今週も、うん、今週と先週も、はい、どうでしたか。駆け抜けすぎちゃう。まあまあ、試合はね今日発表するということで、土日どうでしたか。焦りがすごい。どうでしたか。いや、もう試合もありの、そして試合見に行きの、昨日よね。いや、昨日よ。昨日どうした。何コーヒーなくなっちゃったらしくて、俺なくなっちゃったらしくて、はい、なんで、もともとないハヤト、ハヤト内緒でエネアさんのおんのよ、俺おるて。あ、おった、了解、分かった。ネスカフェやからうまいで、ちょっと。じゃあ、俺もち、あいつ、次え、それえ、俺は何もよお願いしないんやけど、別に。寛大な心でいいですか。寛大な心でいいですかね。はい、ということで、昨日駆け抜けましたよ、4時間。駆け抜けたな。16時集まったんですね、僕ら。いつものとこですね。いつものとこで、はい、その、ちょっとメンバーもね、はい、ちょっと多かったりとかで、まあ、身のある練習ができるなと。やってたら、僕、最初は基礎の、ボールのやつ、ボブやつとかドリブルの、あれはもう基礎でパッてやって、もうパス、あのコントロールやろうとして、基礎じゃなかったよ。いや、あれでマジで30分くらいやったっす。もっとやってた。40分やった。やばいね。やばかったもん。1人2回ずつでって言ってんのに、1人もう2回どころじゃん。なんなら1回の単価バカだ。おい。でさ、あれ、この字ドリブルとかやりますやん、8の字とか。あれやった後、もうなんかみんな個人個人でそこのコーン離れてやってるもん。個人個人ずっとこうかな、イメージして。え、何これと思った。めちゃくちゃやってるやん。そうで、なんか昨日人数が多かったんで、多かった。実践形式みたいなやったんですか。やったの、実践形式。よかったね、昨日もやりきりましたよ。実践形式ずっと面白かったな、こうやって受けてとか。うん。で、言ったらその、そこにまで行く技術のところをやって、で、受け方の部分を実践的にやってみるみたいな。それにプラス動きがついてくるから、全体の流れとか。確かに面白かったな、確かに。たぎってたね、昨日。たぎりました。もう帰ってきたら、もうハヤトとかはご飯食べません。で、まちゃちゃってキッチンで話しながら食べて、もう今日俺寝るっすとか言って。やばいよ、バカ疲れてるよ。もう俺が風呂入ってストレッチする頃にはもうベタ入ってました。早っ。どんな疲れてたの。確かめっちゃ疲れとったよ。食べた後で、もう、だから、お前、で寝るって言い始めて、お前、消化大丈夫なのかって。大丈夫ですって。若いし、もう消化できましたって。嘘つき。そうなんとか言って。消化なんかできたか分からないよ。消化できてないだろうけど、まあそうかって。ほら、寝るかっつって寝るわ。で、そこ、バカやんじゃん。そこもなんか、スーピーって言って、早っ。すごいな。
それでいつもと同じ時間起きてるの、うん、どんだけ回復するのに時間かかる。いるよね、でも睡眠めっちゃ大事な人、うん、5時間じゃ無理みたいな。そうそうそう、いる、絶対いる、うん、まあ、ってな感じでしたね。滝トレ4時間最高記録、最高でした。最高記録かまし出しましたね、ついに。えぐいよな、賞味全員オフだとやってしまうっていうね。ありがとうございます、はい、まずわしやろ、お前。ああ、じゃあエリアさんもありがとうございます。じゃあって言うな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここめんどくさ、この先輩めんどくさ。ここに置かなきゃ、ここに入れてきてもらってって、それはめんどくさい。あ、いや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 、こういう先輩です。気をつけて、皆さん。見えてへんから。今殴られました。はい、50ユーロ50ユーロ50ユーロで殴られてるわけ。お金で何かあったの。まあ、やっていきましょうか、その選手の試合結果報告的なやつ。いや、それなんよ、敵じゃないよ、それや。なんやねん、最近のそれ気持ち悪い。とにかくで、今回の舞台はあれ江戸地帯、出てきてもた。全くミッションに参加しないカノエゴ。全然せんのよ、あいつ。あいつ全然嫌やわ。全然嫌やわ、その足、そのベタってしてくんの。ってことで、はい、1試合目シュポルト、間違えた。1試合目って、ね、大村1チーム目とかじゃなくて、1チーム目大村エリア所属。これなんかラジオっぽいな。ブルック&ライター VS シュポルトクラブ、どっちが勝ったのか、エリアさんよろしくお願いします。やばい、変な詐欺されてるよ。はい、ということで、あの僕のいるね、ケースにいるチームの、はい、が、スポルトクルというね、5位相手と試合をして0対1で負けました。またまた負けました。はっ、笑ってるし。2人ともフル出場で、まあ、結果としては残せなかったということで、うん、まあ、相手ホームでね、相手がすごい人が入るチームで、ファンが多くて、すごいね、環境めっちゃ良くて。どうでしたね、前回は。いや、もうおったよ、やっぱ声がやっぱ届かん、ゲームで味方内でこう伝えようとした時にうるさくて聞こえへん。でこれ、それが感じた時にプロってそれはもっと通じんわ、うん、もっと声通らんなって。中でどれだけ喋らなあかんのか、めっちゃもっと身にしみたかもしれない。ってくる、やっぱ大きいし、ゴール前とか特にあっちのさ、ホーム側のゴール裏ね、ゴール裏とかはうるさいやん、人めっちゃおるし通らん。へえ、なかなかやったね。でも別にその負ける試合じゃなかったなっていう、うん、チャンスもあってん、うん、ポスト当ててとかで、もうあとちょっとやっていうとこ外したりとか、うん、こっちの方がゴール枠内に入ったりせんねや。チャンスの数は多かったし、相手無理やり打ったりとか、うん、自分自身ももう完全に崩して、チャンスのところで左足を打とうとした時にゴール前で滑って、うん、しっかり当たらずみたいな、うん、とかでチャンス逃すし。でもね、なんかやっぱり今すごい成長期、成長を感じる、うん、なんか化けそうな気がムンムンしてる、モワモワってしてて、うん、まるでルフィ。今完全にあれですか、なんか出ちゃってるんですか、そんな気が。なんか出てる。へえ。ルフィが今カイドウに対して竜王を使ってあの戦ってるぐらい、まだニカニカまでいった、うん、でもそろそろちょっとギアフィフス入りそうなフラグが立ってる。そうなんですか。やっぱりルフィかもしれない。ルフィになりたい。話変わってくるっすよ。ちょっと変わってくるけど、ほんまに思ってんねん、うん、俺やっぱルフィが一番俺なるべき理想の人なんかな、うん、人っていうか理想像なんかもしれない、うん、
なるほどね。アホやけど、バカ愚直にさ、うん、ただ一つの目標にっていう感じ、うん、好きやしさ、あの仲間もいる感じ、いろんな相手に対しても立ち向かってさ、で成長するよ、うん、それ基礎やな、それが基礎なんですか。基礎や、ニカニカ発動しそうや。それニカニカ発動するとエリアさんどうなるんですか。え、もう止められん、怖っ怖っ。だってもうサッカーするのだって、うん、ルフィも言ってたけど、うん、もう心臓の音が面白いっていうぐらいクレイジーになる。ずっと笑ってて、うん、心臓の音が面白いって言って俺多分もうサッカーよ。それ心臓が漫才してるんですか。いやそういうことじゃない。いやあの今のツッコミいいねとかじゃない、うん、ちゃう。そういうのじゃない。ニカニカすぎやん。ちょっと外れましたけど、まあ、ちょっとルフィになりたい話についてちょっとまた後で話させてもらいます。ほんまにルフィが好きなの。続くんですか。話ね、理想の話、まあ、理想像どんなっていうのもちょっと話してみます。いいですね、いいですね。まあ、とりあえず試合のね、アナウンス。まあそのやっぱ圭介君も結構あの仕掛けて、あのちょっとバッて抜いてシュートとかいいシーンめちゃくちゃあって、やっぱ警戒されてんだけど圭介君のことは。相手もなんか知ってて圭介君のことどこかで警戒されてたりとかしてて、でその中で自分自身がもっと圭介君のところにスーパース出せたらなとか、なんか前までと今の自分がやっぱ違うくて全然、うん、なんかそのなんだよ、もっと自分で自分からも仕掛けててもう全部前行くみたいな、うん、というかと。でなんか最近やっぱちょっと余裕があってやっぱり、うん、落ち着いてて物事考えると、うん、もう腰掛けようと思ってグワーっていくし、突破できんねん。ええけどそこでやっぱよりその言うとそれこそニカニカの身のような感じになるには突破しきるかパス通しきるかシュート決める、うん、シュート打つとかそこまで終わる、やりきること。俺結局タクティシファール言うたらあのファールで止められるとか危ないから相手からしたらグワーっていって抜き切っていってるから、そこでファールで止められたりとかで、そのグワーッとドリブルしてラストパスここ通したらってところでちょっと引っ掛けてもうたりとか、ちょっと当たってパスコースずれてとか裏に出しきれへんとか、うん、があったからそこかなっていう。なるほど。だからめちゃくちゃ悔しかったよ。あ、普段のその負けの悔しさっていうより自分が今そんな状態でまだやれるみたいな、まだいけるのをそのやれんのにここまだ足りんみたいなで負けたっていうのがちゃくちゃきつくて、うん、マジで寝れんかった。アドリナリンいつも寝へんけどあんま、でそれにプラス負けたりとかしたらあれやし、夜散歩行ってなかったから、うん、夜散歩行かずに、まあ、これ休めようと思ったけど休まらん。夜散歩行った方が休んで、やっぱり一回スキーしちゃうから。せや、散歩の能力すごいから、ね、すげえよな。しかもなんか自分一人一言で言いながら歩いてんねんけど、うん、あー今日さー慣れたよなと結構、うん、それがちょっとなかったっていうのがだけど、ね、でもやっぱねほんまに変わる時やし、ここをどれだけ掴むか、でチームのために勝利のために貢献できるかが大事なので、うん、そことりあえず意識して、とりあえずなんか環境良すぎて楽しかった、うん、ずっと笑ってたけど、環境めちゃくちゃいいですもん。なんかやっぱプロを感じるよね、より、うん、プロの環境に似たチームだから、うん、いいな、この近い距離感とかだと思う。観客席とかめっちゃ近いですね。そう、近い。学校めっちゃいいよな。だから楽しみやった、うん、ここで目立てばとかめっちゃ思ったし、くそ。でも、またまたフワーってこう来てくれてたから、早野とか世信とかその観客席に入ってさ、ちょっと喋ってたら相手のスポーツクープのその相手の服を着た子供が寄ってきて握手求められて、また相手サポーターにファンできてます。やば、無言で、おや無言で多いな相手サポーター。確かにこっちのサポーター多分誰も見に来れてないから、
すごかったよ。だってセシンとかがこうハード見るところの周りも相手のあれやから、うん、盛り上がってんのそこだけみたいなんで、うん、こっちが攻めてる。めちゃめちゃね、まあそれもそれでいいよね。やっぱアウェーの雰囲気っていうか、うん、相手の雰囲気。とりあえずね、もうちょっと負け続いてるんで、ここら辺でちょっと一回立て直さないと思うから、うん、せっかく勝ったけど前はってな感じの試合でしたね。次じゃあアナウンスしてもらっていいですか。次はウニョンマン。ウニョンマンです。ネクストテイ、ね、ここなんですけど、はい、ウニョンマンは、言おうとしたな。12位でね、勝ってないんですよね。ずっと引き分け3戦連続で、あえて13位のポスト SV、はい、ウィーンというチームでやって試合して 5-0 勝利、おめでとうございます。初勝利です、4節目で。あ、そっか、やっと勝ちました。初勝利でヒロとフル出場で、うん、でも結果残せませんでした。 5-0 だったんですよね。まああのチーム多分攻撃力爆発するタイプのチームやから、うん、まあそれをうまいことこうハマった。全ゴール一応 K.I. ドリームのインスタグラムに載ってるんで、うん、そちらの方見てもらってね、はい、どれも良かったです、うん、完璧やった、うん、そこにヒロトがないたらな。ヒロト痛いんやけどな。ヒロさんいたけどなんか結構いい感じのシュートがどんどん入ってって、そうやな、あんまおこぼれせんかったんですよ。 そのまま入ってったんですよ。普段はこぼれんねんけどね、全部入ってた、うん、チームメイトが多分調子良かったっす、ね、せやな。あれはあいつ決めたやな。またあの AV9 番動画見てもらったと分かると思うんですけど、あの開幕戦のやつとか、あのヘディングでボーン相手血だらけやのに、相当痛いはずなのに普通に走り回って救急車呼んだりとか。あいつめっちゃいいやつです。ええやつやし怪物やろ。ええやつで怪物ってハーランだよ。マジで鉄人すぎあいつは。ちょっとあれよかったな。あとウニオンマウはあの目つけてた19番のサイドバックの選手が、目つけてた選手なの。点取りました。目つけてた選手俺、うん、なんか良くて結構、うん、サイドバック19番でちっちゃいやつ、うん、小さめのやつ。動画で見たの。ラットインプス、ラットインプスじゃない、ラピットインのなんで今ラットインプスでできたの。お前さ、ラットインプスじゃない、ラピットインのオーストリア一部のユンゲでやってた人らしい。ラピドとラドビアちゃうでお前お前ラットインプス出てきたもん、なんでかな。歌ってないのか何も。そいつがなんかいい感じで左からこうなんか切り込んでシュートとか。おお、俺まだ見たことないからな。ユニオンマンはめっちゃいいっすね。攻撃がまずおもろい。まあそうやな。中盤もなんかめっちゃいい選手。ああそうです。守備だったら嫌だなって思うっすね。なんかもうめちゃくちゃ入れ替わったりとかで、広瀬さんと9番前で体張れるし超おもろい。もうやっとね、勝利っていう、はい、感じ。おめでとうございます。しかも 5-0 っていう快勝。快勝やね。ここで1点取りたかったな。そうですね。なんか何かしらしたかった。てか5点取ってる試合で、ヒロトさんが決めないって珍しい。なかなかやな。しかもフルやで。フルやんの、ね、フルやじゃない、これです、これ。なかなかやな。うん。いるんだけどね、目の前に。あれ、おこぼれしてたら絶対入ってた。いいってやな。うん。まあ、味方が調子良かったってこと、いい傾向にあります、ね。せやな。うん、まあまあ。じゃあ、続いて、いきますか。ネクストティーム、アイスパー、ドライツェン。エッセイリズム。間違えんねん。俺のチームか、次。息って やろうとして、間違えないやめてくれ。リツイングでしたね。ガチで言ってるから。あ、ま、ガチ？ガチ？ガチでした。当たり前やろ、お前。俺がふざけたことある？あるっす。ふざけてしかいない。そうやったそうやった。信玄の時なかった、そういや。何言ってんの？何言ってんの？俺、真剣になんか物事やったことないっす。それも良くないけどな。何がいい悪いか知らんけどさ。それはあんまりなんちゃう？いや、俺、もうマジで、うん、真剣、うん、わかんないっす。ほう。勢いいいな。よろしくっす。勢いよ。勢いめっちゃいいやん。早くしてや。言ったやん。言ったやん。言ったやん。レッツイングですよ。
適当やな。ちょコーヒー飲むタイミングだった。レッツイングですよ。レッツイング。お前適当に戻るで。お願いしますレッツイング。いやいやしていきます。はい。エッセイリッツイング、はい、6位でしたね、そこで、その時で、相手8位かな、なんかな、その誤差はあんまりなかったと思うんですけど、うん、そこのチームと試合して3対0勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。で、大輝がこれちょっとあの体調不良でいなくて、はい、トモヤいたんですけど、トモヤもこれこの日入ったよ。そうっす、なんか入ったんですよ、あの2軍で。本来は2軍にいたよ、はい、そうっす。で、前半出て、前半出てしたら多分2軍から1人引き抜かなきゃいけなかったらしい。その16人入るじゃないですか、うん、それで1人2軍から1軍に上がる予定のやつが怪我し、国膝怪我して、うん、なんで一回言ってた、国言ってた、国いい傾向にあります。でそれで何がやねで、なんか誰出るみたいになって、で普通にあの監督に呼ばれて、うん、一応1軍には、まあ、出場はなかったんですけど入った、うん、それ見に行ったんですよ僕、うん、そうです、来てくれて、はい、2軍の試合まず見に行って、後半も出ると思ったら来てくれてっていうか、来やがって、え、ひどい言い方やな、来やがってってそう、来てくれました。行って見たら、あ、エラさん、もう後半出ないっす。こいついよいよ後半出されへんなんやと思って、うん、やったら、トップチームも出ることになりました、ね、1個になりましたよ、うん、あ、そうなんみたいな。そっから45分暇そやな、なんなら1軍も出てはないから暇だったでしょ。でもチャンスのところでちょっとでパッて取ってとか、1人で行ったんですよ今回。そうっすよ、1人で行って、ちょっとアウェイなんですけど近かったんで、うん、確かにこれ行っとこうと思って、うん、行けてなかったね、うん、やっぱトーマやな、いろいろやってもらってるんで、いやいや、撮影もそうですし、もう結構試合も来てくれて撮影してくれるし、まあ行ってやってるっすね、上から、ああ、間違えた、上から間違えた、そう行ってるやつ、ちょっと、皆さんどうしたらいいですか。俺結構やっぱこうやって舐められる、舐められてます、うん、だからなんか、いやでも、俺だったら無理やな、そんなん言われた、君またか、酔わない、ちょっと来なさい、酔わない、正座しなさい、先生や、正座しなさい、先生、昔の先生で、まあやって、まあいろいろやってくれる、ラジオのこの編集もそうですし、いろいろね、やってもらってるので来てくれてるし、はい、あれもう行けるときは行かなと思って、まあそうですね、それくらいしてほしいですすいません、調子乗っちゃうな調子乗っちゃって何してんすか何すか今飲んで、お前知らんユリアネドリブル、調子乗って、調子乗っちゃって知らんユリアネドリブル、元の動画見たいな、それ見ろや、見てよ、見るっすよ、落ち着いていくよ、あ、それは知ってるわ、そういうこと、どういうこと、はい、どこまで話してたっけ、俺も忘れた、ただあの行きました、 あそう来てくれました、はい、で前半その2軍では点取ったんですよ、目の前で、そうです、すごい完璧な、こうさっ、もうさささっさっしゃ、天才タイプや教えるとき、その効果音ばっかなんやろ、そうだって決めて、うん、決めた後の顔はちょっとブサイクやったんですけど、おい、そこはちゃんと言うな、ブサイクでも、そこはちゃんと言うな、きつかった、2軍の試合引き分けちゃったけどね、結局2-2引き分けたの、うん、逆転したのにな、しかもさ、ちょっといいっすか、うん、あの点なるべくしてなったんですよ、これめっちゃおもろくて、うん、その前日ね、蘇、うん、さんとサッカーの話をこう LINE でしてたんですよ、うん、俺なんかウィングどんな選手がいいですかみたいな感じで話して、俺だったらまあこんな感じやなみたいな感じで結構長文で送ってくれて ありがたいな思ってで、なんかそのだったら近くの選手と話して
その、まあ、裏ティーフのところ深いところに蹴ってもらうで、ボランチとかそれこそサイドバックとかで離して、まあ、そこにまずボール入れてもらうなみたいな。でそこで結果残したらその信頼尽くしみたいな話をしてたんですよ。まあ、確かにそうやなと思って。で俺も分かってるようでやってなかったからそれを実践したんですよ。試合前にサイドバックとボランチのやつに後ろ走るからこう蹴ってくれて、でもう別にお前のミスじゃないからっつって、俺は分かってるわっつって、別にミスしても蹴ってくれていいっつって、で、あの得点が生まれました。なるほどね。そうパス出したやつもすごいいいの出してたよね。そう、それもなんかハーフタイムの時に、うん、あれ話した通りになったなみたいに言ってくれて、やっぱそこで熱い信頼関係が二軍の選手と生まれました。何の話なんかだから熱かった。めっちゃなんか俺個人的にはあの試合めっちゃなんか良かった。そのチームメイトと その信頼も生まれてチームなってた。もうチームなってた完全に。だって1点目前半早々に行かれたやん。あれもう意味わからなかったけど、それでいい。まあそこも行かれたもん。そうポンポンポンって行っていったけど取られてます。やっぱタギ取れ効果出てますね完全に。いや嬉しいよそう言ってくれるのは。で確かに見違えるようになってるよね。余裕感がすごいねやっぱ。そうそう、2軍やからとかもそんなあんのかもしれんけど、余裕があるもん。練習でもやっぱあるんですよ。そう今週、先週か、先週なんだかも、先週はもうトップチームで練習してて2軍で試合だったんですけど、やっぱその練習中でもなんかやっぱなんかあるんですよ。そのあ、タギトレはこうだからみたいな。多分やっぱもっとやらなあかんすよ。たびってんの結果は出ない、出てないんで。たびってんの、目たぎってる。ラジオなんですけど見えないんですけど、ね、分かりにくいたぎりしたもん。分かりにくいたぎりやな確かに。そうでも出れへんかったし、出れへんかったけど、まあ、続けていくしかないよね。そうですね、確かに熾烈ではあるからな、ちょっと、うん、なんか良かったもん名前。いやめっちゃ良かったなのに。そんなチーム的にはさ一応良かったんやろ、この出来というか、うん、ゲーム自体の今までのリーグ戦の一番良かったっすね正直。おー見ててもなんかみんなこの前の試合はすごかった。確かになんか良かった、ね、全員が全員ちゃんとできてた。あ開幕戦見に行ったけどさ、その時とチームは全然違ったもん、まあ、選手才能選手が違ったもん。特に右、うん、左は俺あんまやったけど、うん、まあまあまあと思ったけど、左はの右はの結構あれ前とちゃうなと思って、うん、個人をまず上げていくしかない。そうそう、そんな感じです。了解です。ということでね、じゃあ、はい、最後ネクスレッツティーンアイスパー13ドライテン、ドライテンアイスもうせえけど ASV13 精神とハヤトが所属するあの高校のアナウンスとか高校野球のさそのウグイス城っていうのあれ、そんなんやられたらめっちゃ1番バッターホームランエリアとか言って何それ、何言ってんすか。いや分かるよ分かる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 。あのアイスバードライテンがこれ前節勝ってね、はい、勢いよく行ってみようということで、あのしゃらない、うん、行ってみようということで2人もね乗ってました、はい、チームジャイムそら乗るわ、うん、乗るわ乗るわ、うん、SV ディナモねヘルホーツと試合をして1チームです。ゼロエリアさん、うん、勇気ちょうだい俺に08で負けたんすか。ああ言うなお前、俺が言うあれやったの。0対8で負けました、はい、まずあの個人の戦績から言いますね、はい、自身はフル出場で、はい、
ハヤトは46分交代。あのあれですね、言ったらあのスタメンで出て、うん、前半終わって、うん、後半の頭にはもう交代して、うん、いなかったという状態になりました。もしかして08ですか？あの08の張本人がいます。試合内容をちょっと聞かせてもらっていい？簡単でいいし、その寝起きかもしれないけどちょっと教えてもらっていい？それ簡単でいいんで、もうそのじゃ試合の内容だけ教えてもらえれば。まあまず相手の情報から言うと、相手の前の3人がすごい個人の能力が高くて強烈やな。まあそこも昨シーズン対戦してたんで分かってたんで、その警戒してたんですけど、まあ、ものの見事にそこの部分で変えて、でまあ最初はこっちもチャンス作ったり、なんならこっちの方がちょっとチャンス作ってるみたいな感じだったんですけど、コーナーキックの流れからこぼれ球拾われて失点して、もうそっからもう完全に崩れましたね。もう2失点目からの次の2失点目がその失点した1分後ぐらいに失点して、しかもそれも自分たちの店で失点して、もうそっから完全に崩れて地獄みたいな試合でした。そこからもう自分みたいな試合で、自分たちの店で失点か、もう前の相手の前の選手に対してもう個人技で1人に対して 2,3 人抜かれちゃうみたいな、だからもうどうすんねんみたいな試合でしたどう守んねんみたいな試合で、まあでも全然俺も隼人もな決定的な仕事はできる、最後の精度がやっぱどっちも悪くて、自分もチャンスだったし、隼人も最後のクロスの部分とかまでは何回も行ってたんで。そうらしいな、あいつ前半だけやけど5本は行った言うてたよ。一番クロス上げたと思う、一番上回る、そうでもことごとく合わんくて、で俺も俺でフリーキックとか自分得意なチャンスあったんやけど決めれんくて、うん、やっぱそうっすよね、俺と隼人がやっぱそのちゃんとできんかったらそうなるよねって試合でした。8フリーキック伝説がついに、お前俺フリーキック今3本中3本決めてたんですよ、決定率 100% やったんですけど今回初めて落ちたな。しかもあの位置ね、あのペナルティーのあのかまぼこのまあ付近だったらセジン君 100% 決めた。で俺の目の前でも決めたんですよ、あこれ本物やパーパーツの時に話してた。なんならエリアさんの前でも決めてるからね、だからそれでこれ本物やこれ入ります伝説がついに、見てないからね分からんけど、まあまあまあ惜しかったも惜しかったで、ボール1個分外れた、でもまあ決まってないから、うん、次のフリーキックチャンスです。次のフリーでももう蹴らせてもらえると思う、うん、初めて蹴ったからね、昨日ちゃうわ、一昨日選手の試合で、うん、あ持ってんなみたいなのは多分思ったと思う、監督が。ああ。料理チャイザーが言ってたよな。このマラ選手がハットトリックしてますね。え、お前マラだけちゃうで。嘘。え、マラはハットトリックしてないの？マラってやつは多分。マラ2点、すばい。あれえ？マラ3点した。マラってやつが多分9かなんかや、確か。え、イフキッチじゃない？イフキッチが3点で。イフキッチみたいなやつが途中から出てきたなんかウィングの選手で。どれどのやつ？覚えてるの？ある程度。え、あのいやゴリゴリじゃないですよ。なんかえあのあれはグレーのさ髪の毛でキャンキャンのあの。ああ。イフキッチ2点。あいつおらんか。イフキッチ2点な。これこっちやったら3になってんだよ。嘘。いやあいつ3っすよ。えっ、ー、と
こいつが、え、でもこいつ途中交代ちゃうで、多分スタメンやで。スタメン？こっち？だってこ交代で入ってきたって書いてないもん。あ、じゃあ、そう。でもそいつが、そいつとその9番に一番個人技でかいだ。あの9番なんか、うまいわけじゃないけど、あと7番。強いよね。7番うまい、ね。7番は強いし、うまい。なんかあのすごいよねあの感じ。長かったかったっすよ。ちょっとそっちなんていうの、そのセルビアとかそっちの東ヨーロッパ系のあれで全員吹っ飛ばしてた。いややろうな。俺らの守備陣。正味エグいねだって。もうね。あれやなんか強い将軍が出てきたみたいな。なんならもう待ってるもん来るの。あれは正味エグいな確かに。でそれにアホみたいに突っ込んじゃうんだよこっちの守備陣が。うん、全然ファールないのに、もうその7番が俺らの味方、守備陣たち吹っ飛ばしすぎてファール取られてました。かわいそうやな、正味。確かにあの前前線はエグいな。あの10番とかいた？あの途中、この間もさ、見た時さ、10番途中から入ってきたあのおっちゃんの、あれ結構年いったこれ。同じ、多分違う選手やったんですけど、普通にいい選手でしょ。スタメンでおったんですけど。あ、それいいじゃん、10番9、7、9高いやつ、背高いやつ、9番、7番、あの途中でできたあの坊主頭でもうちょっともう髪短めの覚えてない。一緒かな、髪覚えてないですよ。マジでおっちゃんやね。俺9と7番おっちゃんやねんけどめちゃくちゃ重い。あ、分かった分かった。ドリブルめっちゃ重い。坊主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 。あー、あいつか。でも坊主やった途中から入ってきて、後半から入ってきて。あれ元ファーストベイナーのあれじゃない。あ、多分そう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 。でもだってもう30後半やろ。40近く、あ、40やったっけ。40近くがいい。いやけど、キレキレで取り組むじゃん。あれですよ、ディミの友達ですよ、あいつ。ディミ40やろ、うん、ディミも、アホみたいに友達やるから。レゲンデすぎて。レゲンデすぎて。しかも、同じ、あれじゃない、人種っていうか。うん、そっちの、そうやろ。東ヨーロッパ系のあれだと思う。てか、有効するディナも多分、9割そうする。え、そうや、アコはそういうチームは知ってんねんけど、うんうん、試合中ずっとその言葉それ地形の言葉が、うん、アイデアとかずっと聞こえてた。何言ってるか分かるな。じゃあちょっと分かる。あ、アイデプラーテーでずっと言ってた。前半4後半4。そう、まあ、正直4まで、まあまあまあ俺はいけると思ってます。0-4まで、まあ、次の1点やと思ってたんですけど、でハーフタイム折り返して、でなんか監督もそれで、まあまあ俺らのプレーが悪かったってのもあるんですけど、うん、もう多分それで若手っていうか今までの3試合で出場機会つけなかったやつに、もうこんな内容なら多分チャンス与えようみたいな感じで、それでパッて4枚替えぐらいしたんですよ一気に。前半のそのハーフタイムで4枚替えしよう。それで正直、俺はもともと勝負薄いから、もっと崩れちゃった感じですね。頑張ってはいたっすね、やっぱ。いやで、ハヤトも交代させられて、ね、別に、まあ、悪いとは思わなかったっすけど、俺自身から見てね、ハヤトのプレーが、うん、悪いと思わなかったけど、まあ、やっぱり、そこで変えられちゃって。そうそう。まあでも08っすけど、自分が決めてたら、それこそフリーキックとか決めてたら変わってたっすね結果は。俺と早田がもうちょいというか最後の精度良かったら全然結果は変わってたと思うんです。なるほどね。試合が壊れちゃったっす、言うたら。うん、まあ、壊れてなかった。8はないもんな。完全に壊れた。俺、あの、速報でずっと見てたよ。あの、トムヤの試合行ってたからさ。で、しかも、こう、試合見ながらもさ、こう、速報やったら軽く見れるやんか、こう。うん、で、ヒロドの試合も見てたから、あ、5-0か。あ、点取ってんな。分かってみよう。で、アイスファー、アイスファーと思って、アイスファー、ファーって見て。ぶっ壊れてんか思って。それはね、それはね、ついにぶっ壊れたんや思って。おいおい勘弁してくれよと思って、このサイトと思って。あ、でも何もスクロールしてもやっぱ8ないよ。
てかスクロールすればするほど情報がしっかりもう鮮明に出てくるからポポポポやめてくれよって前半の時点で4って出た時にって4あれ崩れたと思ってマジで俺ら言ってたじゃないですかプレシーズン的にちょっと守備がやばいみたいな守備がないな露骨に出ちゃったねしかもこういう攻撃攻撃できますっていう相手に対してそうだから相手も上手かったけど正直そこじゃなかったせーな、うん、自分たちの問題すぎて、うん、いやまあねこれもサッカーですからね、うん、しかもこっちの人あるあるでやっぱなんか気持ちが切れるっていうか切れやるなそれはいや、それでもなんかあるじゃないですか、例えばもう考え方変えてさ、俺的にはもう正直俺ももう6点目ぐらいから勝てんと思ったっすでも6から逆ではないからそう、なんかそっからでもあるじゃないですか、例えばもう切り替えて1点で俺にいるとかさとか、そう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 いう頭でるとしかってとりあえず俺もスタナイドイツ語で、あ、やるぞみたいなずっと言ってたんですけどもう、こうもしてくれないついには、6点目あたりから、うん、もう、終わったああ、終わったなんか、気合多分、日本のあれより気合はもちろん入れて入ってる分、そのああってなった時折れやすいよな、そうすぐボッキー、俺も喪失感がいい、こっちの選手ファーファー2とかそうやって先生やられた時めっちゃ熱いけど そのポキッと先にやられた時にハッてこうそう出鼻特に出鼻くじかれたらもう、うん、初手大事だ意外と弱ないメンタルちゃうかいや弱いっすそういうことそういうのは弱いんかもしれない、うん、負けん気とかすごいけど負けん気すごいのにいざビュッてやられたらへいやそれもなんかすごいあかん方に行っちゃうんですよねみんなそうやな負けもう実感しにくからなチームがあかんくなってくる例えばなんでそこでファウルするのみたいなんで削りに行ったり相手のこと無駄なこと知らせてイライラしちゃうよなうんメンタルトレーニングやっちゃう外人に全部出だすねあかんとこ俺も含めてじゃあこのアイスファーのこの A ってアカンっていう日やったアカンの A やったアカン A やったアカンスポーツクラブでしたドイツ語で言う S ファーはもうそうやから、うん、スポーツやらないアカンかったななんか腹立つイライラするそのなんやそういうのを通り越して負けた後もすがすがしかったっすそうやな今日しいですか今日しかったっす今日しいっす今日しかったっす今日しいっすなんかもううんみたいなそこまで言うと今日しいねえチームメイトと何もチームメイト監督と何も喋らずに相手のファンとか監督に慰められましたチームメイトも早々と帰ってたのそうそうで俺だけちょっと悔しかったっていうかもうもはや放心状態やな放心気持ちは分かる、まあ、放心状態ずっとぼーっとしてたらなんかもうそのロッカールームに帰りたくなかったんですよ、うん、イライラしてたからねでずっとグラウンドのちょっと坂のとこで芝生の坂のとこでこうやってずっとこうぼーっとしてたらファンのやつがあそこなんかファンがちょっと高めのとこから見てるじゃないですか、うんそっから俺に、おい、おい、みたいな話しかけに来てお前は良かったぞ、切り替えろ、みたいな言ってきていやいや、08やぞふざけんなで、監督も、なんかその、俺が監督の横通った時に俺わざわざ止めていや、もう切り替えろ、みたいなお前ら選手良かったね、みたいなスロバン、俺見たぞ、みたいななんか見てたらしくて、スローワンの試合そう何見れんの分からん知らなかったの多分結果だけ見てそう言ってるかもしれない絶対そうやろなそれで、まあ、スローワンで良かったんやけどちゃうわ見れるわ見ると分からんやってみる
え、ミートボールやってた選手。そうなんですか。え、でも、あ、そう、そうやな、これそれで、なんか言ってきてよかったんやけどね、今日はそういう日やった、試合が壊れただけやって相手の監督に言われて、壊したお前らバカ慰められて、よかったんやけど、まあまあ、その別にさ煽ってるつもりでこっちの人は言わないじゃないですか、うん、マジでまあ切り替えろとか、よかったもうほんまによかった、いいプレーあったぞみたいな意味で言ってくれてるのは分かってるけど、こっちのもう今のその心の持ちようが持ちようやから、もう何言われてもいや08やねんけどもう耳に入らなかったっすよ、慰めがイライラしすぎて、いやまあサッカーもあるよな、こう一回崩れるとここまで行ったりするしな、あるな、うん、いやまだ8は経験ないけど俺、いや、それ近くはあったからだった。俺27対0で勝ったことある。いや、おい。おい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 。お前。勝ったそろ？お前。試合。勝った方っす。勝った方やろ。なんかやばい。大人になってこんな大差で負けた初めてかもしれない。8-0はな。俺まだ最高6やわ。俺それで言ったら高1の時に。セレッソ大阪に12対0とかで負けてるんですけど、マジそれ以降ですよ、こんな大差。大学の時とかなんならこっちがそっち側で勝つ方じゃんってやったじゃないですか、まあ、どっちかやったら大差で勝つ方みたいな感じやったけど、もうほんまなんか 4-0 とかだったらね、後半、まあ、まだ1点取れば、そう1点取ってこいみたいな、そうそう5-6来たらちょっとしんどいな、 8? そうね、4まで信じてて、でも5の失点の仕方もサイドバックが良くなかったな、良くなかったって、まあ、ミスやね、サイドバックがキーパーに下げようとしてバックパスが緩くてかっさらわれてもうそのセンターサークルのちょっと手前ぐらいから、うん、全部ドリブルで運ばれて、行かれた、でそれは良くないよで失点、もう失点仕方して、もうそこで俺ちょっと折れかけたんですよ、やばい、ああやばい、どうしようみたいな、でも頑張ろう、まあ最後まで頑張ろうってあれで頑張ったんですけど、でも6点目でも勝ちは正直諦めちゃいました、うん、勝ちはな、興味ないな、うん、いやー行ったね、だいぶそっから自分の個人のために頑張ろうっていう、まあ、せやな、そこはそう、あれに切り替えて、それこそ来週はもうホームですからね、そうなんですよね、いやこれもう先にあのお伝えしておきたい、あれなんですよ、俺の中で説あって、エリアさんが来なかったからです、なんかすごいなんか濃厚になってきてるよね、これね結構あるんですよね、去年からあったんですけど、うん、言ったらあのヒロと僕ショッケーで一緒になる前ヒロとの試合、僕行った試合全部点と思うんですよ、試合は負けたりもあったけど、うん、絶対点と思う、一緒になった時は毎回はなかったけど、一緒になってもでも行ったらなんか大きいね、で俺結構その自分が行った時奇跡結構起きて、確かハヤトがあのドキュメンタリーでね、最終回の日試合の時もね、あサイドバックやけどその時にサイドハーフで出たりはしてて、で試合もその途中からとかやって今も、でもそのタイミングでサイドバックが熱かなんかこう来へんと、うん、タイミングやタイミングで僕スタメンで、しかも右サイドバックですって、うん、思て、あれおえって言ってもん、いやだってあいつそれまで出てへんかったのに、えエリアでいて急になんかエリアさんスタメンで出る言い出して、ええー、思てエリアさんで話してくれ、なんなんちょっと似てきてないやりすぎあのまあその出るとか言って、でしかも目の前言うたらその目の前でそう撮影してたら、まあアシストにならんかったけど、あいつのクロスから折り返しでいいクロスやったんですか、うん、で決まるとか、でそっからあいつスタメンで出るなって、うん、サイドバックでっていうのが起きたりとか多いよね、
のトモヤもあるしな、結構俺も点取りました。昨日ももう忘れやし、で、セシンの選手のその動画にもありますけど、それまで負けてたわけよ。まあ、開幕戦行きましたけど、あの試合もな、言うたらちょっといい試合しない、しかも今は1位のチーム、うん、途中までな、あれやったもんな、ずっとなんかチャンスも多かって、面白い試合やって、チャンスはこっちの方が多かったよな。で、この間見に行って、この開幕戦まあ、やられて、あ、これ、まあ、こんな感じでまた今日行くんかなと思ってたら、2人アシストするんよ、うん、しかも2人が絡んでみたいな、うん、で、勝利して、そんなシーン見れるし、なんか俺が行けばもうある説ない、何かしら特にホーム、特にホームとかのバカ強いホーム、次アイスファーホームですけど行けますか。これね、僕来週、いや今週もね、あの金曜が試合なんですよね、はい、僕自身が、でみんなは土曜日試合なんですよ。そうです。で、まあ僕だけ空いてるわけですよね、はい、で試合時間を見たんですよ、はい、まあ、ウニオマオは、14時、ホームゲーム。あ、うん、14時か。ちなみに、2人のチームはどうなんやろって、セッションと、はい、と見たんですよ。16時って書かれてたんですよ。いけるね。で、距離見たんですよ。近いですね。ホームの距離はどれぐらいなのか。まあ、近い。近い、ね。多分、普通の実質のその、あれ、電車とかバスのあれを考えたら、15分で行ける。ぐらいで。うん、広瀬さんとかアイスファーの練習試合、練習終わりに来てたからね、自分やろ。だからね、僕はあの初の試みなんですけど、まだ今回初です、はしごします。試合はしご、あの宣言します、もうこれはしごしてその動画出します。それはもうリーグ戦はしご、あの途中バタバタ、途中走ってバタバタしてるシーンとか出てくるかもしれないですよ。2時ヒロトの試合見に行って、うん、終わりました、うん、コメント取りました、うん、ほんじゃちょっといてくるわって言って、あのいろんなもん乗って、あの精神ハイドのホームゲーム行こうかなと思ってます。リーグ戦はしご。リッチングは、リッチング何時、次ですか、ちょっと見ないと分かんないです、把握しやな、土曜、土曜です。ちなみにリッチングは、リッチング次18時です。いや、いや、これですか、いけるんやけど、その今聞いてた14時16時の試合はその近いからいけるわけけど、君リッチングってもうウィーンじゃないやん、はい、行くのにいちいち何時間かかんねんやったっけ。1時間です。1時間半、あかんやないの、1時間半かかんの、終わってるやん試合。無理ですか。無理ですか。遅れていけたの俺が瞬間移動で。なんか来てほしいな。来てほしいです。しかもリッチングじゃないですよ、アウェイだから。あ、そうか、何でも笑われてんか。そうそう、近いんちゃう。それはワンチャン、ちょっと近くなる。それはワンチャン。何のワンチャン。ワンチャン。じゃあ、あれやな、あのどれか試合削らなあかん。もし行く削るとしたら、うん、セッシンの試合だ。だって14時行ってそれ行った方がいけんもん。行ってきてください。リーグ戦はしご、リーグ戦はしご、多分前代未聞ちゃう。すごいな、スカウトマンですらせえへんやろあんま。リーグ戦はしご、だから僕あれですよ、90試合2回取ることになります。充電持つ。でもそれ持ってきますよ、さあやっぱ準備はしますけど。だから言いたい、もうなんか僕最近土曜日、うん、それ多いよね最近、そういう撮影が、うん、一人で行くことが楽しいけどね、めっちゃ試合見れて、みんなの活躍見れて、俺行った試合結構みんな活躍してくれてんね、うん、点取ってアシストしてとか、いいシーン作ってとか、だから感謝しろお前ら、おい、いやしにくいな、俺に感謝しろ、俺が行けば多分みんなしてるけどもうしにくいな。いやなんか行ったら結果でみたいなね。一回ね、あの初めてですけどリーグ戦やっぱはしごほんま、うん、おもろいっすね、これ見ようかなと思って。めっちゃハードですけどね。確かに、まあでもね、みんなの試合が見れるで、もうやっぱそれを見たいと思ってくれてる人のために、うん、
大村動きます。大村体張ります。体張ります。今週体張ります。またやれるかな。できます。やれるやれないじゃないです。やるんです。ヨーダも言ってました、ね、言ってた。やるかできるできるできないじゃない、やるんだ。やるかやらないかな。May the force be with you ですよ。大いなる力には大いなる責任が伴う。さて、英語の文は A great power is a great responsibility。 ほんま？くそーそのなんかあの動詞がわからん。あれやろ、責任、まあ、伴うとかは responsibility。 あのその great power、 そのつなげる動詞がわからん。なんだっけ動詞、あー噛むか、うん、イズだった気がする。大体はイズちゃう。どっちかな、ちょっと調べますね。それか、噛むじゃん。噛むだった気がするんだよ。噛むず？スパイダーマン。つくづく思えよ、俺ちょっとなんか体力あってよかったって。あ、グレートパワー、カムズグレートリスポンス。噛むずやん、エスやん。ベンおじさんが言う車の中に。これネタバレですけど、あれですよ、あのスパイダーマンのあの3、新しいやつ、3人のスパイダーマンが出てくるやつ。あれでもさ、あれおっちゃん、名おばちゃんが、名おばさんが、その俺名おばさんめっちゃ好きやん。え、お前映画もう見ひん？ネタバレし、見るネタバレし、ダメ、絶対ダメ。名おばさん裸なる見ようかな。で別に興味ないな、名おばさんの裸は。名おばさん裸なる。マジかよ。名おばさん裸なる。空飛んでる。もうやばいやん、名おばさん。裸で空飛んでる。名おばさんやばいやん。今一回想像してみたけど、何回か手広げてる。名おばさんエグいな。ピーターパンから。名おばさんやばいやん。何してんねん、着地の時こうらしい。アイアンマン抵抗やって。アイアンマン天才だよね、マジで。天才。かっこいいアイアンマン。なんかアメリカってそのヒーローもんがすごいですよ。すごすぎる。正直こんなこと言ったらあれですけど、仮面ライダー日にならんすよ。まあ確かにな。あれはでも子供向けみたいな感じだけど、どっちかで言うと。全然楽しめるけどね、仮面ライダー。カメラで今でも見たよ、うん、見るしな。見る家でやってたらやつが絶対見る。With great power comes great responsibility. With great power comes great responsibility. Great responsibility. 大いなる力、大いなる責任を伴う。こういうことは確かにそうよ、ね、大事よな。最近なんかそういうのあります？サッカーする上でとか人生で、うん、大事に。俺結構なんかその別に何なんていうの、そういうの座右の銘みたいな、俺結構変わるんですよ。そうだ、うん、別になんかこれって言ったもんない。その時その状況で、あ、今の自分はこれだなみたいな。ああ、そういうこと、ね、変えてくって。いや、それは俺はもっとまずその高校のスローガン、サッカーのスローガン、君は君らしい、これは絶対自分だから、自分らしく物事とか何物に取り組む。ああ、そういうのある俺も。で、あって何やろ、あとなんか最近のさ、最近とかやろ。いやー、ないかな。だから君は君らしくみたいな感じで絶対に心がけてることとか、そういうのはブレんな。ああ、ブレないこと。ブレんな、ブレない。技名ですか、なんかそう、ブレンナーみたいな。なんか焼いたんすかそれ。いやっちゃうすか。え、ウィンナーの、なんかあれっすか、混ぜて、このあれとこれを混ぜてみたいな、ブレンドを。無理やるやろ。ブレンドな、ブレンドな、ブレンドな、それブレンドな、ブレンドな、それ、うん、なるほど、ね、俺ちなみにあるんですよ。何？
誰よりも準備する。いいね、これです。せやね、いいね、それ。その誰よりも準備できてる状態を言うことな、言うあれなんですけど、これね、最近ヒロシさんとこ入ったんですよ、僕。ヒロシさんと、まあ、まあまあ真剣な話でしたよ。でまあちょっとそのね、女の子の話とかもさ、うん、ちょっとして、うん、でその後にもうなんか急に結構真剣な話し始めて、でまあチームのあれの感じとか、今どうですか、で俺も話してっていう中で、やっぱヒロシさんが言ってたのが、そのもうそのチームで自分が一番準備できる、その状態をもう表すくらい、そのもうアップからちゃんとやるったりとか、こいつらには俺は絶対こいつらより準備できるし、こいつらとはちゃうよっていうのを練習から見せるって言った時に、そうやなと、確かになんか今の自分にちょっと欠けてないかっていうふうに思っちゃったんですよね。その意識してるようで、だからよりこう、もちろんその今まで もう適当にやってましたってなわけじゃないですけど、よりそのこのチームでその俺が一番になるためにはやっぱそこなんだと思ってめっちゃやってるんですよ。やっぱそうしたら自然とやっぱその変わるよ、意識とか。それが別になんか継続的にできるできないとかじゃなくて、もうそこでちゃんとやることが大事だと思うから、俺もそれやり始めたらマジでプレーも変わる。てか自信がつくよな。ああそう、その俺は準備できてるからやれるよって、うん、いつでもっていう自信がつくから、ちょっと一個なんていうの、段階が違うよ、うん、いい準備してるとか準備できてると思う。チームメイトともさ、まあ、チーム的にはあのまだ俺もめちゃくちゃ絡めてないんだけど、チームメイトもめっちゃ今なんていうの、あ、なんか信頼してくれてんなみたいな感じるから、うん、めっちゃ居心地いいですよ、なんだかんだ。でもそんな思いながらも、俺はお前らよりは絶対準備できてるよっていうのは、ガン見せ、ガン見せでいく。やっぱそのパーパーツェンの時とかはウィーンだったから、セシン君と、まあ、大体この時間に行こうって言って1時間前くらいに行ってきます。でアップとかしてっていうのが、まあ、できてて、それが直接監督の評価につながったりとかしてたんですけど、今やっぱり難しくて、結局ウィーンから来るってなって、練習のもう10分15分前とかについてアップもじゃあできないってなった時に、なんかそういう準備のところをさらに意識しないと怪我もあるし、それ意識し始めてから、より意識し始めてから、やっぱそこの気持ちの持ちようで全然変わる、行動も変わるな。あと見てる人は見てる。変わったなっていうところを多分気づいてくれる人も、そのやっぱチームメイトの中でもいいし、そうするとやっぱあっちからも接し方も変わってくるし、ただのアジア人来ましたみたいな感じじゃないし、ってのは思う。そうやな。だし、あの今度から練習にアイスとかお菓子とかめっちゃ持って行って、じゃ食って、え、食って、いーってやる。それ何がしたいか分からへんの。いーってやるの。食べて、アイス食べて、ここチョコめっちゃつけて、で、いーって意味分からんやん。その感情何、その心とはやで、それこそ根づっちも整わんす、それには、うん、乱れまくってるやん、乱れまくりでいい行こうかな思って、あとおかしいやろ、何そんな乱れんの、乱れに乱れてる、乱れていこうかな。あ、そうか、座右の銘みたいなね。好きな人います？え、ストレート、好きな人います？え、ちょっとそれで好きな人いるか聞いてるっす。え、それどういう好きな人、好きになるタイプの人います？どういうこと、その好きな人の女性のタイプってこと？いや、人間、人間、エリアさんのこの好きなタイプ、ちゃ俺ゲイじゃないっすよ、分かっとるやん、ならいいですけど、好き
になるタイプ。あ、この人、この人はちょっと魅力だなんだよ。魅力なんだよ。やっぱキラキラキラしてる人、ギラギラしてる人とか、うん、なんか何かに対してこうまっすぐに向いてる人とか、じゃあそれはお前もうまっすぐ見ちゃってるの、うん、ラリーってか、うん、なんかそういうゲロ吐く前みたいな、そう、ブルーあいつ吐くぞ吐くぞ、ああ生きようみたいな感じなんか、なんやろ、自分自身がやっぱ、まあ、熱いっていうか、熱いとは思ってないけど、別にそのまっすぐこうこれっていう、あ、なんていうの、思い込めてやりたいから、気持ち込めて 100% で、そうそう、その感じが出てる人とかやっぱいいなと思う、好きに、うん、愚直なまでにやってる人とかもうめっちゃいいの、魅力やな、魅力って感じるなと思うし、だからこそルフィみたいなのが好き。あ、それこそその話をしてください、そう、ね、後で話すって。あ、いつだいつだ、何話してるの。ルフィがほんまに最近やっぱり最近やばい、ほんまルフィになりたい、俺はルフィみたいな。結構あれだよね、たまに流れてくるけどさ、ワンピースが今終わりに差し掛かってるらしいじゃないですか、うんうん、まあ、俺はアロン編しか見たことないですけど一応この情報だけ挟ましてで、ね、終わりに差し掛かって、うん、みんなでさ、やっぱそのワンピースの最後見届けようみたいなんで、結構日本中盛り上がってるじゃないですか、うん、でもそれに伴いのエリアさんも今ルフィになれそうっていうあるけど、どうなんですか、ルフィのいいところ、姿勢と言葉がもう伴ってるのがめっちゃいい、うん、言う言葉言う言葉がかっこいい、仲間もええし、でもその仲間を守るためには自分が強くならなかった、うん、このままじゃダメだとか言って学ぶ姿勢も良いね、うん、言ったらそこ人種見てそれで自分の現どうやったらできるかみたいな、どうやったら上回れるかとか、うん、でまあそのまっすぐにさ、うん、自分の目標に対して行く姿とかかっこええなと思う、うん、ずーっと言って海賊王の俺になるっつって、確かに、しかも宣言してんの、なりたいじゃない、なるって言うから、いやいやな、その話に聞かれタイミング悪く鼻詰まってきたなんかそういう姿勢がほんま好きで、うん、ルフィの、うん、でもなんか抜けてるやん、うん、アホやんか、そういう感じがめっちゃいいなと思って、熱苦しくないやん、そのただただなんかユーモアもあるっていうか、アホやけどアホやなと思いながらもみんなついていくやん、しかもそれがまたいいんが、周りがめっちゃルフィに対しての信頼感がエグいやん、うん、あいつは海賊王になる男やって言うんで、そんな言える人いる、あの人はすごい人だ、あの人についていけば問題ないみたいな、問題ないって言ってんねん、みんな他のメンバー船員は、確かにそういう人間になりたいなと思って、なるほどねって思うな、めっちゃでかっこ、ほんまに言うこと言うことかっこいいからルフィ、うん、ルフィね腕伸びる人っすよね、なんか言い方あるな、うん、全部伸びんね、それ言うと帽子かぶってるんですよいや、なんだその当たってそうで、なんかもしかしたらちゃうかもしれんってフラグ立てんのなるほどね、ルフィが、いや、ルフィの生き方、姿勢、言葉、好きやな、ああいう男になってないと、一人でやるのかっこいい、そのクールな人も好きやけど、その、うん、クールな、無理っすよ、それは、そうや、うん、無理やん、無理っす、うん、でもなりたいとも思わへん、それに、うん、だって無理っす、やめた方がいい、言い過ぎやろ、俺だってやるときやるねん、確かに。でもクールは無理っす、いけるんよ、いけるんすか、いけんね別に、でも満たないっすね、それは、でもクールにしてるやん、途中リミッター外れんねんよくやってくれってやってるけど、はいとか急にちょびたくなっちゃうねんな、スーツでバチって決めてる時とかに、そこであえて崩したいねん、バチで決めてめっちゃかっこいいやみたいになってんのに、リブドルちゃうやんみたいな
ちょ、これなりたいな、ルフィ。クルミ、クルミは別にならんでいいけど、あーなんかね、なんかマジでこのわーってふざけてんのにサッカーなったら急に戦闘モード入っててみたいな、うん、そういうのに今こっち来てなおさら思った。わかるわかる、もっと感情出さなみたいな。わかる、嬉しいな嬉しい、うざいならうざい、だからもっとああとかこうこうそういうのなんかもう、うん、出していけるあれないと思う。もっと一番の俺の中でのあれだったの、最初の文化の違いだったの、それが。試合がやっぱ感情混ざってる。俺日本でサッカーやってた時もさ、結構あらわにするタイプだったんですけど、こっちちゃうなんか、人生かかってる。まあそうやな、うん、だからもう喜びの気迫がちゃう。ちゃうな、マジで最高、気持ちいい。うん、ニンニク用語的には喜ぶし。あとめっちゃちゃんと自分の意見言える人すごいと思う。あ、そうやな。なんか俺それめっちゃすごいと思う、正直。俺自分の意見はあってもなんか言えないもん、そんな外国人みたいな。ガッて。外国人はすごいな、確かに。なりふり構わずというかさ、そう、俺はこう思うんだ、であっちはこう思うと、あ、じゃあお前こう思うんだよ、あ、みたいなんでさ、結局さ、あ、じゃあお前はこうしてこうしてこうしてみたいな、あ、じゃあお前こうしてこうしてこうしてみたいな、で結局なんかそれがさ、あ、じゃあ やってこいみたいな、笑いに変わるみたいなさ感じとか、なんか聞いててすげえな、日本だったの。何やろ、別に。なりがち？なりがち。浮くの。うん、浮かへんもん。言うたらクレイジーやな、こっち。うん、マジですよ。だいぶクレイジーやと思ってるけど、自分、クレイジーやん。わかるか。うん。なんか、でも、それぐらい、なんか、まっすぐ行きたいねんな。うん。そう、クソ真面目に生きてるわけじゃなくて。真面目じゃないと思ってるけど、自分は。そうそう、真面目じゃない、でも真面目やなんてめっちゃなんか言われるけど、うん、真面目じゃないやん、絶対どう考えても。はい、うざいね、なんかうざい、なんかうざい、真面目やしみたいなやるけど、真面目ではない。エリアさん真面目だよけど真面目じゃない。そうそうそう、だから真面目じゃないね、ただちゃんとやってるだけ、うん、ちゃんとやると真面目ってちゃうやん、うん、やることやってるだけ、うん、真面目ってさ、うん、全部きっちり。で、ちゃうっすよ。真面目って真にその面にメス。じゃあ聞いてないって、真面目の字のこと聞いてないです。どういうことですか。え、どういうことですか。俺は聞いてないね、その。真面目っていうのがよくなんか分からへんのな、俺は。真面目じゃないもん。真面目ってさ、なんかなんていうの、もうこうはこう、こう出てこう、わわわっていく。感じ、うん、なんかもう全然ブレずにやるみたいな、うん、それはそれでいいんやけど、すごいんやけど、俺でもそうじゃないもん、うん、絶対ちゃう、やることやる、だらまっすぐなだけ。ただ確かにまっすぐっすね、いろいろちょっといろいろってないちょっと教えてほしい、いろいろって何、俺はまっすぐっすね、何いろいろって、いろいろっす、マジ俺これと思ったほんまこれや、うん、しかもその5サインが出たら、リトルエリアが、リトルエリアの5サイン、どんな状態でもリトルエリアが5、物語できそうや、5って言ったら俺はもうそのまま行く、なんか絵本描きません、止まらん、リトルエリアの5サインでうるさい、リトルエリアは言った、行けと、リトルエリアは言った、やめておけと、お絵本にはなりそうや、トリコみたいな始まりがあって、なんか誰かが言ったトリコ、いやマジで、なんか今日ラジオのあれに話したいなって思ったことがさ、この週末あった、忘れちゃった、思い出して、それしっかり、それマジ大事やで、そういうのがラジオの厚みを出していくの。え、この週末にあったことやろ。あ、思い出した思い出した、ということでね、話させろ、話させろ、あ、ごめん、悪い悪い、話させろ、悪い悪い
いいっすか話して。あ、いいよ。あ、ありがとうございます。あの、じゃあ、世話しながら話させてもらいます。いらんねその人世話しながらってどういう意味ですか。いや、聞いてくんなよそのさ、ラジオをさ、俺編集させてもらってるんですけど、はい、暇なんですよ。暇、まあ編集中ってことね。バリ暇っす。確かに暇やな。アップロード中とか特に待たなかもしれない。そうで、俺今まで編集中とかクラッシュロワイヤルとか、そのまあちょっとそのゲームの能力を高めてたんですよ。とかまあそのインスタ見たりとか、なんかこれおもんないなと思っちゃって、なんかもうちょっと有意義に使いたいなと思ったんですよ。でまあ何 K ドットラジオの方はその字幕あれなんだっけ、目次とかつけたりするからなんだかんだやることあるんですけど、プレミアムの方とかほんと暇なんですよ。なんでインスタライブを始めたわけですよ。やってた、ね、編集中に。そしたらね、結構出てくる。おお、なんか楽しくなっちゃった。ちょっとこれからやっていこうかなと。インスタライブ金曜日やろ。金曜っす。だいたい何時くらいなんだ日本だ。昼過ぎやろ。19時と。なんで昼過ぎやろ。こっちで昼過ぎやるから、うん、だいたい20時、20時、21時くらい。だから飯食ってからやるやろ。だいたい21時とか。そう、9時、日本時間夜9時、10時くらいにちょっとやっていこうかなと思ってます。っていうのを言いたかった。大丈夫して、ね、お前宣伝してるやん、しれっと。いや別にそのインスタライブ別に俺のインスタフォローしなくても見れるから。でね、フォローとか、いやちゃうやん、フォローとかなくても別にインスタ見に来たらそのままフォローあるやん。見てくれる。いやー宣伝してるやん。そうバンさせよ。なんでな。それこそあれですよ、エリアさんの友達と話したりとかずっと話してる。俺は話してないけど、俺話さず話してた。ね、こんなこと言ったらあれですけど、いいのか言っていいのか分かんないですけど、日本帰ったらエリアさんの友達が高級焼肉らしいな俺んとこ LINE 入ったよ。嘘、ほんま。ほんと？トモヤ連れて行くことになったわ。お前んとこもできてん最近って言って。あ、本当？俺の地元近くに、うん、で、うまいとこあってみたいな、うん、高級っていうか、なんか高めのとこで、うまいからそこ連れて行くわってガチで俺にわざわざ LINE して。嬉しいわ、びっくりしてさ、焼肉行こうかみたいなって。え、しかもさ、焼肉行こうじゃないですよ、高級焼肉食ったことないよ。その肉の横に木の札書いて、なんかその牛タンとか書いてあるやつ。マジですか。うまいらしいよ、ほんまに。そこすごいな、知らんねん俺その店。多分最近できた方がいいんで。高級やつついてくるっつってたからガチやった。だからその人と俺で行ってこようかなと。わしはいいわしどこ行って、まあ、日本帰った時やもん。確か会いたくないな、日本に。え、別に友達と別に。おいおい、俺と、うん、会うやん。おへん。あ、そうだ、もう一個思い出した。これラジオで言う必要あるかな。いや知らん、そんなことないよな。言わしてもらいます。でも、はい、悩みがあります。どうしたの。そういうのや、悩みがあるんですよラジオで。そういうのやお前、悩みを相談しよう。話みんなに聞いて喋ってこよう。ラジオネーム、はい、もっこりすけべさんから。スケベやな終始スケベやもっこりすけべアットマークおけつさんから。スケベやな、終始スケベや。最初から最後までスケベ。質問が届いております。はい、質問というか悩み、はい、届いております。エリアさんこんにちは。こんにちは。私はラジオをやっているものです。ちょっとそこ来てます、ね、別に手紙を読むかのようにレシート持って読まんでいいよ、うん、書いてない人が何人。ちょっと静かにしてもらう。誰も見てへんやこの姿。エリアさんこんにちは。私はエリアさんとラジオをやってるものです。あ、こんにちは。はい。なんか来てますよ、エリアさん。やってるものです。はい。じゃあもう一人や、限られてる。いや、誰かわからんですけど。はい、はい。ラジオ、いつも楽しく聞かせております。あ、聞かさせてもらってます。はい。嬉しいですね。ラジオしてる人やな、いつも。ラジオ、エリアさんとしてる人だ。してる人やな。はい。あれ、この人やん。でね、ここでちょっと僕の悩みなんですが、あ、男の方なんですね。
もっこりスケベアットマンのお客さん。今俺と喋ってる人が多分そうだよな。だって基本2人しかいいねんから、俺か俺以外かやからローランドエローランド俺やん。エローランドエローランドです。どうもいろいろ話が変わってきます、はい、で悩みがあるらしいです、はい、ラジオなんですけど、はい、ともやさんが冬に、はい、もしかしたら一時帰国するという話があるらしいんですけど。ああ、はいはいはい、まあ、確かにそうですね。そうありますもんね、はい、のこの方知ってるっすね、はい、で、一時帰国されるらしいんですけど、はい、日本に、はい、その際にエリアさんももし帰るとなったら、はい、エリアさんの、住んでいるところが京都で、はい、トモヤさんの住んでいるところが長野、はい、なので、はい、この場合離れ離れになるじゃないですか。そうやな。なのでラジオどうやってやっていくんですかっていうめちゃくちゃいい質問来てて。いい質問やな。ありがとうございます。ありがとうございます。もっこりスケベアットマークおしりさん。おいこら目の前のスケベこういうね。確かにそうやな。違う確かにそうやな。これさ一回さその夏に夏前かその家じゃあどうするみたいな話になった時にさ、その時もなったやん。そうなってさ家壊れた時違う家離れた時どうするみたいな、このラジオワンチャン俺が出かけたからここそうで、そうなった時にどうするみたいな話になって、で、そうやな、初めになんか電話でそのままやろうかみたいな話になったそれ、ねどうする何が正解やろ。まずリーグ戦って12月くらいまでそれこそシャッとリーグあるじゃないですか、ウィーンのリーグ。え、言って11月の11月終わりか、終わりぐらいじゃん。でも俺その時にはもうワンチャン日本だぞ。早いな帰んの。だからどうしようかって。俺一人やる。エリアさん一人やる。もうこの家にいたらそれはできるかも。11月19日中旬、うん、で終わる。一回中旬の後半差し掛かるか差し掛かるか。そやそこをねちょっとまた新しいっていうかなんかの形。まあ確かにそれどうす、どうしたどうするのが一番綺麗なのかな。どうする。てかそろそろどうする。それえそうやね。だってこの次ももしかしたら家で出るってなって別々なの。別々やろ。別々超方向の、まあ、そうそう、そっちの方がいいかな。俺は一緒になりたかったな嘘でーす。なんやねん、なんやねん、なりたいわけないよ俺。なんやねん、勝手に振られた気分だ。いや勝手に振ってる。振ってるぞ。振るなよ。なんでなんでやねん。一緒になりたい人はいいもん。こんなこと言っておりますが一人もいません。残念でした。なんで僕で我慢してください探そうか。え探そうか。一回誰を。いえ、あ、二人一回探してみる。二人で探す。リアル一回一回探してみる。いいし勉強にもなるよ俺ら。イーリー探す。えイーリー持ってくるっすか家に。イーリー、うん、え、俺の愛犬。はい。なんで可愛いし、可愛いらしいじゃないですか。いや、めちゃくちゃ可愛い。何歳ですか。3歳。まだまだいけるっすね、うん、全然。もうめちゃくちゃ可愛い。あれは怖くない。めっちゃ可愛い。だってこう寝てたらここに来てるけど。柴犬が好きよ。昨日さ、それこそいとこと出ました。そのビデオ通話してで見たんですよ犬。あれ犬って白、なんか年取るとさ毛薄くなる。あ、薄くはなると思う。柴犬なんですけど毛薄くなってて。そうマジか。8歳とか9歳なんですよ。あ、じいちゃんやなとか言って話してたんですけど、ちょっとなんか悲しかった。そんな、めっちゃ一気に吹けへんけど。でもなんか白かった。うん白かったことも、モフモフだったんだけどな。毛ばか抜けてんの。去年くらいもっとモフモフだった。なんでかな。名前割れよ。いやいや、コロス。ああ名前はコロス。ああ、そうか、コロス。デブじゃないんだ。それ、ユーリなんですよ。
名前呼んでよ。イールちゃんね。ちゃん。くん。イール。かわいいね。ほんまにかわいい。最近誕生日でしたね。そうそうそう。イールくん。めっちゃかわいい。イールちゃんね。あ、イールくんね。ちょっとちょっと散歩。散歩したいね。散歩したい。いいの散歩行ってた。そうだからそのラジオでそうやな、なんかもう脱線してたけど、いいねいいね。だから今後もそうやで、今後のことも考えた時になんか形作らなあかんと思うんですよ。やっぱどうしたらいいと思う。まあまだなこっちの時はもしかしたらまあどっかで会って、うん、そうそう、例えばどっちかの家に来て収録する。まあそれは来さすけどの意味で、まあまあ、まあ、動きはない、動くことはないし俺は。それがあり朝飯と昼飯だけですか。もちろんです。もちろんです。確約されてます。ダメ元で言ったけど確約されてます。それは確約、その部分来てくれ。マジですか。それはもうあるとして、じゃあ朝飯フルーツで決まってんので、昼はなんかパスタのその味毎回変えてもらって決まってんの。そうっすね。でコーヒーは一杯で、お茶でもいいです。いや、お前もうお前のその食材置いてくる、来い、持ってこいよ、お前。そうしようかな、うん、で全部用意しちゃう、うん、いやー、どうしよう。それやねんな、確か帰ってる間どうしてんやな。帰ってる間もラジオさ、やっぱさしときたいよね。やっぱ楽しみにしてくれてる人はそういるから、ね、少なからず再生数見た感じ40は多い。そう、いるね。意外と聞いてくれてんねん。40ですよ、一クラス聞いてるんですよ。いるよな。いるよな、結構。びっくりするよ、ちょっと見よう。いや、ほぼどのくらいですか、ラジオの平均再生数的なやつって。ね、ちょっと俺見た感じね、40、50くらいだと思う、平均。だってこの間のやつ46で、今週の仕上げが77、プレミアム75、ラジオ。すごくない？結構やで。だからその再生数どうこうっていうかさ、その70人、40人がすごくない？そんだけいるってことやもんな、うん、え、これすっごい。あのあれやってた時とかすごかったな。あの企画コメント、あの募集してみたいな、質問してとか。質問コーナーしたいね、久々。そうや、夏のあれするって言って聞くの忘れてたな、うん、夏の思い出なんか。 あ、そうしよう、今日やる。プレミアムに向けてそれ一回集めるか。だからえ、これすごいよ。何回目やったっけな、その。100回再生とかになった時にさ、ラジオが別にその YouTube 的には少ないかもしれないけどさ、だって時間はじゃない。100人聞いてるってすごいね。応募した質問に対して答えさせていただきましたのプレミアム、言うたら質問募集してのやつは、うん、これ180回。え、そうなんすか。一番多い、これが一番多い、このラジオの中で。この180回、まあ182人だとしてさ、聞いてくれてんねん。すごない、ほんまコアやな、そうなってきた。すごいよこのラジオ、長いの。なんだかんだあのね、プレミアムとラジオ合わせて40回。40回と今日41回です。もうほんと50見えてきた。やばい、50見えてきたの。すごいよ、ほんとに。え、これエグいで、ほんまに。うん、ありがたいことにね。ほんまにありがたい。だってサッカーなかった期間とかさ、プレミアムでさ、なんか変な意味わからん恋愛の話とかしてさ、大丈夫ほんまに。もしこれ有名になってさ、ラジオ聞かれるわけじゃないですか、うん、俺韓国人女性と恋したやばいし、君やばい、消していい、無理よ、君やばい、消すわ。いや、お前それ言っちゃってるでダウト。もうこれごと消す。その回好きだった人にはちょっと申し訳ないけど切らしてもらいます。いやいやいや、もうそのまま言ってよ。まあ行きますわ。黒歴史、いや、そんなこと言ったら女性に失礼。せやな、お前黒歴史って。最低やん。自分から話してたからね、もうそれを。その
俺だって話したくなかったけど、やっぱなんかおもろいと思ったら話しくなる。なんで今までその印象で言うと、そういう恋愛多くてチャラい人みたいなって、ほんまに。いやそれは本当にあのこれから払拭してきます。で難しいと思うけど、だってめっちゃ合ってるし、実際に女性と。そう、ドイツ語で話してる、あの合ってるから。友達ですよね、言ったら。でも家も呼んでたし。それもドイツ語の勉強でっていうこと、みんないる中でですか、ね、エリアさん、な、ちょ、おもろいと思ったら言ってまうからさ。え、俺らに家出てけって言ってたのに。ちょ、エリアさん、俺から言ってないやん、もうだからそれに関しては。いやだから、ちゃその俺からじゃないやん。なんかめっちゃ焦ってるやん。やめてよ。めっちゃ焦ってんの。ちょ、なんかそのお茶食ってくるなぁ。え、なんで焦ってんの、そんな。いや、それはあれですよ、ダメですね。なんか家なんかいいですかみたいな、で、ちょっと出て行けますかみたいな、こう連絡で、まあ女性ともう行くんですけど、もうちょっと出れますばっか言われて、そういうのを言うとこじゃないから、ラジオあの、全部嘘ですよこれ。あの、こんな感じで言ってますけど、それがマジの話だったら、これやばい話だから。こいつ遊んでない、そんな。家なんか読んだことないっす。うん、うん。読んではいるっす。なんで言ってんの、こいつ。なんで言ってんの。まあ、共通の外国人の人見たしな、あの友達。そうそう、あの子はもう、いい人やったな。いい子。めっちゃ。あのね、教えてくれたもんね。普通にね、思うんだけど、外国人に、あ、俺ね、言ったら、俺とかにさ、そのドイツ語もさ、別にめっちゃうまいわけじゃないのにさ、こうずっとこう会ってくれるとかは正直バカ助かる。いや、マジそうやな、話聞いてくれるとか。なんやこいつのドイツ語ってなってると思うけど、嬉しいな、それは。勉強になります、本当に。僕も日本でなんか外国人が困ってたら、僕が拙い英語かドイツ語だろうが助けようと思ってます、ほんとに。俺いつも助けてる。そうやん。日本、いや、京都めっちゃ多いから、観光客。うわ、いいなぁ、京都。聞かれんねん、結構。うん。俺道歩いたら、外国人より外来種の方が多いです。え、生物変わってるやん。外来種？外来種が多いです。外国の虫来たな、みたいな。よ、もう水やで、もう日本のその、なぁ。何すか？日本の虫とか、動物とか。ね。よもすえ。よもすえで、海外に住められても結局外来種じゃなくなってきてない。外来種でも日本のもんみたいになるやん、結局。もう日本のカメとか行かれてるしさ。ね。結構行かれてるっすね。勝てよ。鍛えねえよ。日本の。正面、ミヤマクワガタ。ね。日本のクワガタとして頑張ってほしいっすね。食わえへん。プロテイン入りとかで、なんか、プロテイン入りのゼリーとか食わしてさ、鍛えへん。なんかもう、何バカでかくなるんじゃん。バカでかくなってる。トリコの世界とかにすやん。なんかその、でっかくなったクワガタとか。何してんの？ちょ、ラジオどうしたい？そやそや。そやん。何がいい？だって電話をつなぎながら。いや、でもなんか機械音やじゃん。音は絶対悪い。ゲストぐらいやったら別にいいねんけど、あの、テレフォンみたいなんで。まあ、そうだな。本田宗之助みたいに、あの、なんか女性と一緒にいるときに、あの、やってまう可能性もある。やってまう可能性もあるけどね。ちょっと今は無理っすねって。何してんの、エリーって。何？おい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 。俺な。しかも俺の名前呼ばれたとき、おい、知ってるやつかいと思って。うまいな。どうするか。何がベスト？だって無理じゃん、機械音以外。いや、もう、電話。それか、まあ、一人一人も交代。ああ、交代交代で。一週間も。でもさ、何話す？一人でやる。それかも、いっそ休むか。ラジオ休止。その時期だけ休むってのも、まあ、ありやけど。言ったら、帰ってる時だから、そう、今はちょっと、笑うで。休みます。まあ、ラジオは別に休んでも、まあ。またその日別に今週の足上げかないし、動画どうするっすかっていう話もちょっと、俺動画は撮る、うん、撮っといてとか、あと、ね、そう、日本もし帰ってるかしら、まあみんなで会うとか、なんか帰る
感じとかやった方がいい。やったら面白い。カレー味絶対面白いな。なんかはい、今からこれやってきますみたいな。なんかその、あれはしたいな。帰っての過ごしてる、どんな感じでみんな過ごしてんやろうとか。で、出かけるとかとかでもいいし、散歩してるところでなんかし、あればなと思って、みんなの。いいね。まあ、俺一生瞑想やけど。何 しに行くんですか、日本に。帰ったら一生瞑想し。京都やな。一生瞑想、断食、で、滝行。俺、そうやな、わらこそやな。多分エリアさん、あれっすね。比叡山行くっすね、それ。比叡山。餅。延暦寺行く。比叡山。山行くぞ、あそこ。やばいやばい。やっぱそうなんだ。ああ、こやばい。知らん。行ったことない。行ったことはない。その近くこうやって通ったことあるけど。しがいし。いや、どうかな、ね。いや、でもそれが言っちゃベストだよ。あっちでなんかもし帰って、その、会えるってなったら、それをなんかどっか出かけるあれを取るっていうのが面白いから、京都行って、京都。それこそさ、やっぱサッカー系だからさ、豊かって。オフ期間のトレーニングみたいなのをさ、個人個人にちょっと上げてみると、個人個人っていうかそのまとめてさ、送ってもらって、何してますみたいな。そういうのとかおもろいんかな、どうなんだろう。俺一生くっちゃにくっちゃにしようじゃん。見せれへんな。正月やな。トレーニングとかシーンから俺。やばい。正月トレーニング面倒だよ。そんな俺好きじゃん。そんなやつちゃう。正月走るとかマジ一番きつい。一番走るやん。一番嫌や。走るとか。一番走る。いや多分朝早起きして走るタイプ。もう余裕で昼まで寝る。うんこたれやん。余裕で昼まで寝て、で寝て起きるけど、メッシも別にいらんし、食わないし、夜別にもうお菓子でいいし。サッカーやめたん？もうカップラーメンでいいな、しょうゆ割り。サッカーやめたん？サッカーやめたらね、別にどう過ごしたって。寝ながらゲームして、ネットリックス見て、多分日本帰らん方がいいんちゃう？でも酒飲んで、そんなんせんよ。で、まあ3時ぐらい寝るかな、酒飲みながら。せんやん。でまた次昼過ぎまでまた起きる、この生活。せんやん、絶対せんやん。絶対せん、絶対せんの。でなんか会ってなんかしてみたいみたいな、うちもおるよね。そうそう、京都来て京都になんかしてみたい。日本では外でマスクしますみたいな。外人に受けそうやん。おじいもいるの。みんなマスクしてる。いいこつないやん。もうそういうのやってみたい。そうやね、このやっぱオフ期間一緒に住んでるから耐えたけどさ。ラジオ今後だって家も超気持ちいい。そこも問題やねんな、毎回来るかって話でしょ。来るしかないやん。まあ、だったらそのプレミアムをあれにして、なくしてね、もう行くだけにする。試合結果で、週1でやってみて。プレミアムを欲しがってる人いるよ、いっぱい。いや、賞味さん企画性が持ってできるからな。何がいいやん。マジで悩んでるよ。ちょっとこれは会議させてもらいますね。会議やな、これは。ハヤトとかの意見とかも聞いて。そう。彼じゃないですか。彼が意外とね、なんかここっすよね、こうした方がいいんすよって言ったのが採用されたり。採用されるから、ね。ちょっとそれをね、やっときましょう。そうです。どういう形になるか分かりませんが、まあ楽しみにしててください。こういう形なのね。全然予想つかない。ほんまにな。なんてな感じです。終わりましょうか。終わりますか。はい。まあ、今週もね、とりあえずまた試合はあるので、はい、みんなね、うん、やっていきましょう。はい。08もあれば、50勝利もあるし、出場なしもあれば、悔しい結果で終わる試合もあるし、言われますけど、これもサッカーっす、はい。
それでやっていきましょう。準備してない？お前で。とりあえず今から僕爆睡します。何してんすか？とりあえず寝ます。そういう準備の仕方ですか？今昼ぐらいなんですけど、今からもう練習は寝ます。もうやめた方がいい。てかもう練習もいかんとこ。やばいやんクレイジーやった。クレイジー。ということでね、終わらせていただきます、はい。チャンネル登録と、はい、グッドボタン、あとコメントの方お待ちしております。お願いします。え、お願いします。お願いします。ということで終わらせていただきます。終わりっていうだけなんよ。おう、おう、ボーボーボン、スポン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 、ボーボーボン、ボーボーボン、ボン、ボーボーボン、終わりっていくのかな。ボーボーボン、でも始まってんだよな、ボーボーボン、スポン、噛みない。噛みないねんな。どうでもよ。その噛みないまでは分かったんですけど。ギリ神ないねんな、知らんすね俺の方がないでしょ。あがらけた、ちゃう、そうちゃう、出てくる。わ、餃子でか日本海あるわ。タンタンタララタン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 。終わり。急に。Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes and ain't no